皆さんこんばんは。今日はこのカブトムシとはちょっと違ってクワガタを紹介したいと思います。ここにいますが、分かりますかね。小さいですが結構強いです。で、こういうクワガタです。ちょっと暴れん坊でハサミがすごい遊びます。で、このコクワガタはばあちゃんがあっちで取ってくれたコクワガタです。で、昆虫ゼリーはちょっとしか食べていませんが、で、土はあまりないですが、うちのカブトムシはまだ暴れん坊です。ちょっとカブトムシとクワガタで比べてみると、こっちのカブトムシの方がでかいです。で、こっちは昆虫ゼリーはまだなくなって、ママが帰ってくれました。めちゃくちゃ暴れてます。あー、気がする。で、このコクワガタはみんなが持ってるめっちゃ大好きな大人気のコクワガタです。で、これはちょっと汚れていて昨日ブラシで洗ってあげました。ここ洗ったらとても綺麗になりました。とても綺麗ですよ、このコクワガタ。どうでしょう。あ、近い近い近い。ちょっと入れてみたいと思います。土はこれです。この昆虫用の土でやってみたいと思います。お、取れちゃいました。パパ、無理。あ、取れた。いや、全部出していったいいと思います。ちょっとこのコクワガタは元気そうなのでひっくり返しておきます。土を入れます。あ、土はこんなもんです。結構クヌギとかみたいな木を取ってあります。出ちゃってるのかったです。これはすごい強いコクワガタです。木もがっちり挟みます。このカブトムシやが俺や気に入っちゃいました。とても強いです。じゃあバトルさせてみます。さあ、ここでやります。コクワガタ対カブトムシ、さあ誰が勝つのか。おっと、カブトムシ、おっと、これは引き分けですね。そしてだって、コクワガタの勝ちじゃなくて同点です。さあ、もう一度やります。決勝戦、カブトムシ対コクワガタ。あっ、気合い残った。